はい、皆様2022年お付き合いいただきましてどうもありがとうございました。お疲れ様でございましたということで、今日は乾杯から会わせていただきたいと思います。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。乾杯。乾杯ということで一口、うん、美味しい。いやね、2022年今回これが、まあ、最後の動画ということで、ね、何か皆さんにメッセージを取ろうということで回してるんですけれども、ちょっとねいつもの流れと違うので若干こう座らせると急にシュンとする藤田寛子みたいな感じになっておりますが、そうですね、2022年何を話そうかっていう話を今こっちでしてまして、まあ、振り返りをねちょっとしてみようかなと思います。で、2022年なんですけど、まあ、私にとって一番大きな挑戦となったことが、なんといってもこちらの YouTube チャンネルをリニューアルしたということになります。はい、でこのリニューアルっていうのが2022年9月にリニューアルをさせていただいたんですけれども、本当におかげさまで順調にチャンネル登録者数も増えまして、皆様に楽しんでいただけてるっていうことに本当本当感謝申し上げます。改めてありがとうございます。で実際いかがですか皆さんここまでご視聴いただいて、ね、今日初めて見るよっていう方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、私のチャンネルでは、まあ、パン作りのこととか、あとお料理のこともたまに出てきたり、まあ、人とのね、ご縁の対談をしたりっていうことをいろいろ本当に挑戦していきました。でなんといってもまさかのそのチャンネルが一番視聴回数が上がったのがなぜかオーブンの動画ということで驚きでした ね、驚きでしたね。あれはちょっと予想しなかった結果なんですけれども、ジャパネット藤田的なことが受けたのかみたいなね、なんかそんなところもありつつの、なんかねすごくこの挑戦自体が私自身のなんて言ったらいいのかな、すごく自分の好きなことを再発見させていただける、そんな挑戦だったなっていうことをものすごく感じてます。あとは一人だけじゃなくて、やっぱり本当に撮影と編集をいつも一生懸命やってくれてるもうアピ&ニコちゃんに心よりの感謝の拍手をここで送りたいです。本当一人では絶対このチャンネル作れなかったので、もう二人にはとてもとても感謝しております。ありがとうございます。でそんなねプロの力を借りての、まあ、挑戦なんですけれども、本当にねあとはもうご視聴いただいている皆さんの応援ですね。いいねボタンとあとコメントのね応援とかもしていただいて、あといちご作れたっていうのもね、YouTube 見て作りましたとか、あと分かりやすいっていうお声を非常にたくさんいただいております。その辺もこだわってね作ってる部分なので、とてもとても嬉しいなと思ってね、もっと頑張ろうって思ってるところです。はい、1月から9月は皆さんと、なんだろう、YouTube でしか知らない人以外の方は知らない、僕らも何やってたのか分からない、うんうんうん、ね、今年どうでしたかって感じですよね。今振り返ってます今年入ってから、まあ、とりあえず1月3月っていうのがまだ娘が受験だったので、受験の母だったのですっごいおとなしくしてたんですよね。で、まあ、それまではオンラインの有料のオンライン配信とかそういった活動だけにとどめていて、で4月からまあ対面レッスンも再開してみたいな感じでね、いつも通りやってきました。で何より今年一番結構大きな変化というか、今年そう12周年だったんですよ。そうなんですよ、そう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 、今思い出すみたい、遠い過去みたいになってるけど、2022年の5月でいちごキッチンは丸12周年を迎えたんですよ。そうで、その12周年を記念して結構いろんなオリジナルグッズを作ったっていうのが大きなことだったかもしれないですね、うん、で4月からは公式 LINE の方に登録していただいた方に、ホーローパンの毎月月替わりのイラストの壁紙をプレゼントさせていただいたり、であとオリジナルのグッズっていうところではクリアファイル作りましたよね。こちらそうクリアファイルを作ったりとか、あとね年末にはそう軍手も作ったんですよね、うん、あ軍手軍手作ったんですよ。でこれはちょっと年末ギリギリになっちゃったので、またね来年皆さんにはお披露目したいなと思うんですけれども、いちご基地のオリジナル軍手っていうのももう仕上がっております。はい、でそんな感じで結構ねなんていうのかな、今までの12年経っての集大成的な部分での新しく作り上げるところ、新しい挑戦っていうのができた年だったんじゃないかなっていうふうに私自身は思っております。じゃあ
ちょっとね、そうですね、アッピーやのニコちゃんにも聞いてみようかなと、うん、私初めて今回その YouTube の初挑戦ということで、まあ、撮影と、ね、編集をお二人にお願いしたんですけど、実際一緒に仕事しててどうですか藤田ひろ子さん。いや楽しいですよ、楽しいです、楽しくやってますよ、楽しいです、ね、楽しいし美味しいし、そう最高な現場だよね。楽しい美味しい、今もニコちゃんずっと食べてるって、ね、仕事中なのにずっと食べてる食べてるよ、食べるの仕事、うん、まあ、食べないとね感想も伝えられないからね、うんうん、なんか喋りのこう見ててどうだなとか、喋りに関して言ったらもう何も言うことないかな。何も言うことない、本当にお上手で切れない切れない。そう、そう編集泣かせ、編集泣かせな、すごい動画になってるんですよね。そう。でも本当にもうやっぱプロの技ってすごいですね。で皆さん気づいてると思うんですけれども、音楽のチョイス、BGM のチョイスとかも全部やってもらってるんですね。それが心地いいっていう声もたくさんいただいてます。うん、アピさんがね主に音楽をやってくれてるんですけど、で編集はメインはまあニコちゃんがやってくれてるんですけど。はい、どうでしょう。編集もでもやっぱり撮影を毎回こうブラッシュアップしていけてるので、どんどんやりやすくなってって、今はもう本当に一番やりやすい感じに、はい、なってます。もうなんかチーム力がこうどんどん、ね、上がってますね。上がってますよね、確実に上がってますよね。連携の仕方が上手くなってる、本当にいい感じで、最初が悪かったわけじゃないですよ、悪かったわけじゃないんですけど、ものすごくいい感じで、手探りが定着してきた感じ、確かに確かに、うん、でもうよりいいアイデアも出てくるっていう感じで、ものすごくいいチームとして動かしていただいてるので、本当にありがたいなって思ってる次第です。そう、多分見ててそれ伝わってますよね。皆さんよく言われるんですよ、生徒さんに、なんか現場が楽しそうっていうふうに言われるので、そうそう、一人じゃないっていうのは、なんかその辺も皆さんにね、やっぱり職を囲むっていうのはその楽しさを共有するっていうこともあると思うので、そんな楽しさみたいなのもね分かち合えたらと思っているので、うん、その辺の雰囲気が伝わってるっていうのはとても嬉しいなと思っています。なんか今年 YouTube に出した動画の中で、なんか思い出に残ってるやつとかの話しますか。せっかく、なるほど、これ良かったよね、なるほど、あれですよね、今年撮ったけどまだ出してないやつとかがまだいっぱいあるし、ありますね、そうそう、ありますね。今年出た中で言うと今31本ぐらい出てる。そんなに撮ったんだよね、だから実際撮ったのはもっともっとだけどね、もうすでに30何本出てるんですよ。皆さん見てますか？冬休みの宿題だからね、結構追いつけてないっていう方も聞くのでまだいけますよね。まだいけます、まだいけます、今ですよ、今です、今。そう、ちょうど年末年始って結構ねちょっとスポット時間が空いたりすると思うんで、倍速とかでも全然いいので、あ、プレイリストを作っとくんで見てください。あ、プレイリストを作っていただけるそうなんで、ぜひぜひそちらの方もチェックしておいてください。はい、そうですね、思い出に残った、それでいくと直近で言うとやっぱりクリスマスの、丸鶏を焼くっていうミッションがありまして、そう、今日じゃないですか、今日ですね、まさに今日ミッションを終えたところなんですけど、いや実はねこれ、12月も本当に今年忙しかったんですよ。あんまり忙しいって言いたくないんだけど、なんかありがたいことに、まあ、スケジュールがすごく、パンパンになりまして、でチキンのね丸鶏っていうのもリクエストをいただいたので、前もって撮りたかったんですけど、なかなか鳥がいないとか自分のスケジュールがとかね、なんか いろんな理由をかっこつけて、ちょっとギリギリになってしまって、でもどうしてもやっぱ撮りたいなっていうので、鳥だけ撮りですよ、もう皆さん撮りそう撮りたいなっていうのがあって、で実際実現したんですけど、やっぱりね最高に美味しいっていうことをね言っていただいて、そうで、藤田家ではそのクリスマスに関係なく鶏を焼くっていう話を生徒さんにしていて、でなんかスーパーにね目が合うと丸鶏たまに焼くんですみたいな話をして、みたいなことを言われてたんですけど、まあ、実際にね動画で撮ることでその辺もお伝えできたかなと思いますので、よかったらねまだ見てないよっていう方はぜひ概要欄にも貼っておくので見ておいてください。はい、その他で、パンの方で言うと、そうだな、何が一番あれだったかな、逆に食べてさ、ほら衝撃的だったとか、なんか僕はもうピザです。まだ出てないですか。まだ出てないけどね。これから出ますけど。ね、なんかクリスマスにどうこうって言いながら、もう他のネタが豊富すぎて、まだちょっとね隠し玉で撮ってますから。あれはもうめちゃめちゃうまかった。ね、美味しくて、しかも簡単なんですよね。家でも何回も作ってますよ、未だに。いやもうそれは良かった。本当に美味しくて。もう有料級の情報になってますので、その辺も来年また楽しみにしておいてくださいね。それでいくとニコちゃんはなんか食べて印象に残ったっていうの？私は
コップケーキ本当に美味しかった。それもやった。そう。直近直近みんな何だもう過去の記憶忘れてんじゃない。30分前忘れてんじゃないかっていう噂が飛んでますけど。そう。あのいちごのスコップケーキ本当にあれは美味しいので、そうこれも作ってないという方は材料すごくシンプルで、あのホーローで焼いてホーローで仕上げるっていうものなので、ぜひそれも作ってください。そうあのチキンさんとスコップケーキは実は私が普段の藤田の日常の生活の中でずっと作り続けているものなんですよね。そうだからやっぱりあのそうやってまあ作り続けたいレシピということで、まあ皆さんにお伝えもしてるっていうところなんですけど、ぜひね、気に入っていただけたらすごく嬉しいなって思ってる次第です。消えちゃった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 、こいつがバッテリーなくなっちゃったんだ。あ照明が切れちゃいましたが、はい、続けます続けます。はい、照明も切れましたが、もう蛍の光がね、もう除夜の鐘がほら皆さんもねゴンゴンと聞こえてくる頃かと思います。いい演出だよね。なんかだんだんねこう来る年末感、年末感がアップして。そうで私の中の思い入れっていうと、もう本当にどれも思い入れがありすぎるので、どれか一つっていうのを選べないんですけど、まあ、最初の頃に、ご紹介したシュガーバターに関してはかなり反響があって、シンプルで、あのたくさん焼きましたっていうお声があったので、そういうお声をいただけたっていうリアクションがとても多かったっていう部分では、シュガーバターのフォカッチャはとても印象に残ってるっていう感じになります。そう、はい、でもね、季節ごとにいろんなことをご紹介できたので、あとは、おさつパンかな。おさつパンも、そう、2色のおさつパン、そちらもかなりちょっと手の込んだレシピにはなるんですけれども、かなり美味しくて、作りましたっていう声が多かったので、その辺もね、そうそう、ぜひあの動画の方チェックしていただけたらと思ってます。こんな感じかな。いろいろ言い出したら多分止まらないですね。もう、本当いちごクリスとかもね、1回目の料理動画だから。そうよ、そうよ。私代名詞だし。あれはもう鉄板なので、ちょうどもう本当にいちごの季節が今まさに今巡ってきてますので、あのいちごのクリスの動画初期で結構私ギクシャクしてると思うので、そう、そんな楽しみ方も面白いと思いますよ。なんかね、あの必ずしも最近の動画が最近撮ったかっていうのはちょっと違う時もあるんですけど、あのこれいつ頃撮った動画なのかなみたいな、なんか撮影し始めなんじゃないかなみたいなところも緊張ちょっとね。ねありつつで、ま、ちょっと表情が硬い。そうなんですよ、そうなんですよ、そう。だからその辺もちょっとよく見ていただけると面白いのかなと思います、はい、はい、2022年 YouTube を通して出会ってくださった皆様ありがとうございます、素敵な年をお迎えになられることを心より願っております。はい、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ごきげんよう、またね、良いお年を。